千葉県や茨城県では竜巻とみられる突風が発生しました。たった今、現地の映像が入ってきました。警察によりますと、茨城県土浦市で午前5時過ぎ、竜巻とみられる突風が起き、電柱が折れたり屋根瓦が飛ぶなど、50から60世帯に被害が出ました。女性1人が怪我をしましたが、意識はあるということです。また、同じ茨城県の龍ケ崎市でも午前5時ごろ、竜巻とみられる突風が発生し、付近の住民から屋根が飛んだなどの通報がありました。消防が現場に駆けつけたところ、20代の女性がガラスで手を切り怪我をしたほか、70代の男性が木から落下し病院に運ばれました。消防によりますと、全壊が2棟、半壊と一部損壊の建物が100棟を超えているということです。また、千葉県九十九里町でも午前6時ごろ突風が起き、被害が出ている模様です。